どうも、林切りザメサメ社会学者リッキーです。今回はみんな大好きシュモクザメに関する非常に興味深い研究をご紹介していきます。先日こんなニュースが入ってきました。赤シュモクザメ深海で息を止める。2023年3月、サイエンスにて赤シュモクザメが深海に潜る際息を止めていることを示す研究が掲載されました。僕たちのような肺呼吸の動物が潜るときに息を止めるのはわかりますが、なぜエラで呼吸できるはずのサメが息を止めているのか、そもそもシュモクザメは深海に潜るのかなど、いろいろと気になるところはありますが、実はこの息を止めるという行動が体温を維持する上で重要な意味を持っている可能性があるんです。一体どういうことなのか、今回は息を止めて潜るシュモクザメというテーマで解説していきますので、よろしくお願いいたします。そもそもシュモクザメが深海にいると聞いて違和感を覚えた人もいると思うので、そこから説明していきます。今回実験に使われたのは赤シュモクザメというサメです。シュモクザメの仲間は世界に9種知られていますが、赤シュモクザメは日本近海にも生息し、複数の水族館で長期飼育されているので、僕らには最も馴染み深いシュモクザメと言えます。そんな赤シュモクザメは一般にいわゆる深海ザメとして認知されることはないと思いますが、実は水深300メートルよりも深い場所に現れ、1000メートル以上潜ったこともあります。詳細は後で紹介しますが、今回の実験でも赤シュモクザメは夜の間水深約400から800メートルほどまでの潜航を繰り返していることが分かっています。ただこれは赤シュモクザメに限った話ではなく、表層と深海を行き来するサメは多く存在します。例えば深海ザメとして有名なラブカも、駿河湾では夜になると浅い場所に浮上してきます。こうした行動は日周鉛直移動と呼ばれ、赤シュモクザメやラブカの場合は深みまたは浅場にいる獲物を食べるために行き来しているという説が有力です。シュモクザメが深海に行くことは分かりましたが、ここで重要な課題があります。それは深海は寒いということです。赤シュモクザメは熱帯や温帯の暖かい海に生息するサメですが、そうした場所でも水深800メートルも潜れば水温は5度程度にまで低下します。皆さんが気温20度くらいの日に、今日は心地よくてランニング日和だねって言って走り出して、しばらく経った後に気温が0度になったら、結構しんどいというか命に関わりますよね。それはサメたちも同じで、低水温によって体温が大きく低下した場合、視力、筋肉の運動、心機能が弱まってしまい、獲物を襲うどころか生命維持にさえ影響する恐れがあります。特にサメたち魚はエラ呼吸なので、酸素を取り入れるために血管が集中している場所が冷たい水と直に接しています。しかも水の熱伝導率は空気の25倍もあり、もともと熱を奪いやすいです。そのため暖かい体内に肺を持っている空気呼吸の僕たちよりも、水中でエラ呼吸をするサメたちの方が体温は下がりやすいんです。ではこの状況にどう適応するのか、方法はいろいろありますが、今回は2つだけ取り上げます。1つ目の方法が、体内で発生した熱を逃がさないようにするという方法です。体温は体の表面、魚の場合は特にエラから逃げやすいです。そして熱というのは温度の差が激しいほど冷たい方に行きやすいという性質を持っています。つまり体内で温められた血液が酸素を得ようとエラに流れるときに、外の水温との温度差が大きくて熱を多く奪われるんです。そこでエラから体内に向かう酸素が多くて冷たい血液の流れる血管と、体内からエラに向かう酸素が少なくて温かい血液が流れる血管、これらがくっついていれば、エラよりも体の内側で熱の交換が行われるので、エラ付近の血液と水温との温度差が縮まり、体温が逃げにくくなります。こうした血管構造を起毛と呼び、ホオジロザメ、アオザメ、ネズミザメなどはこのような方法で体温を高く保っています。さらに彼らの血合い、つまり有酸素運動に使われ熱の発生源になる筋肉は、他の魚よりも体の内側にあるため、血合いが表面近くにあるブリなどの魚よりも体温を維持しやすくなっています。ちなみにサメではありませんが、マグロ類も同じ体内構造を持っています。2つ目の方法はもっとシンプルで、体を大きくすることで逃げてしまう熱を少なくするという方法です。先ほども言った通り、熱は体の表面から逃げていくんですが、体が大きくなると相対的な表面積は小さくなります。例えば一辺10センチのサイコロがあったとします。体積は縦かける横かける高さなので1000立方センチメートル、表面積は1面が 10×10 の100平方センチメートルで、それが6面あるから600平方センチメートルです。ではこのサイコロを2つつなげた場合はどうでしょうか。
体積は 10×20×10 で2000立方センチメートル、さっきの2倍になりました。しかし表面積は 10×10 の四角が10面なので1000平方センチメートル、体積が2倍になったのに表面積は2倍になっていません。つまり体積が大きくなっても表面積は体積ほどには大きくならないので、相対的な表面積が小さくなります。何度も言うように動物の体温は体内で作られ体表面から逃げていきますから、体が大きくなれば熱を作る部分が大きくなって逃げる部分が小さくなる、すなわち体温を高く保ちやすいわけです。コップに入れたお湯がすぐ冷めてしまうのに、バスタブの場合はなかなか冷めないのと同じ理屈ですね。実際いわゆる変温動物とされる爬虫類や魚類の中でも、コモドオオトカゲやマンボウなど体が大きい種は体温を高く保ちやすいことが分かっています。では赤種目ザメの場合はどうなのかといえば、彼らはホウジロザメが持つような体内構造を持っていません。そのためどのように低水温に適応しているのかよく分からず、ただ単に体が大きいことによって体温が奪われにくいだけではないかという人もいました。しかしそうではなくて、息を止めるという全く別の方法で体温を維持しているのではないかというのが今回のメインテーマです。ではどのような実験が行われたのか。研究チームは複数のアカシュモクザメの制御にデータを記録する装置、バイオロガーを取り付けました。このバイオロガーは水深、水温という周りの状況に加え、サメの体温、運動量、身体的方位、つまり体の角度や向きがどうなっているかという複数の情報を記録するように設計されていました。実際に計測すると、アカシュモクザメたちが深みに潜るのは全て夜の時間帯で、水深400から800メートルという深みまでの潜水を繰り返していました。潜り方のグラフを見てみると、水深110メートルより浅い場所では非常にゆっくりと緩やかな角度で潜水し、それ以降は海底にまっすぐ向かうような急な角度で速く潜ります。その後潜水の一番深い場所で尾びれの急な動きが確認されているので、やはりここで餌を捕食していると思われます。そして浮上の際は潜水よりも急な角度で水面に向かい、水深350から250メートル付近にたどり着くまで速い速度で泳ぎ続けます。その後は浮上の角度が緩やかになり、遊泳速度もゆっくりになります。なお、この潜水開始からこの落ち着いた状態になるまでは約30分から1時間前後です。では深海に潜ったシュモクザメの体温はどのように変化したのでしょうか。表層あたりの水温が20度から26度ほどなのに対し、彼らが潜っていた深い水深の水温は5度から16度。仮に体の大きさをアドバンテージにして熱が逃げにくいとしても、ホウジロザメのように体温を保つ仕組みがない赤シュモクザメの体温は一時的にかなり下がってしまいそうです。しかし実際の体温変化はこんな感じです。なんと一番深い場所を泳いでいる時でさえ体温の変化がほとんどありませんでした。低水温に入る早い動きによる潜航の際、体温はわずか 0.1 度程度しか下がらず、その後の潜水と一番深い場所で過ごす間は体温は一定かわずかに上昇していました。一方で浮上の初期段階で体温は毎分 0.01 から 0.05 度というゆっくりしたペースで低下し、しばらく浮上して上昇角度が緩やかになる水深250から300メートルあたりで毎分 0.08 から 0.38 度という早いペースで体温の低下が見られます。最も水温が低い場所にいた時に体温が下がらず、浮上した段階で体温の低下が確認されたという事実は一体何を意味するのでしょうか。もしアカシュモクザメが体が大きいことで体温をある程度保ちやすいだけだとしたら、水温の低い場所で体温が下がり、暖かい場所に戻ることで体温も上がる、つまり水深と相関があるグラフになるはずです。そうなっていないということは、何か別の方法で体温低下を防いでいると考えられます。そこで研究チームがたどり着いた仮説が、冒頭でお伝えした息を止めているというものです。先ほどお伝えした通り、体温は体表面、特に表面積が広く血管が集中しているエラから逃げていきます。そこでアカシュモクザメは低水温環境に入る際にエラを完全に閉じることで体温の喪失を抑えているのではないかというわけです。このことは潜水時ではなく、250から300メートル付近まで浮上してから体温が急に下がったことの説明にもなります。潜水した時に閉じていたエラを呼吸のために開いたため、エラ付近の血液が冷やされ、それにより体温低下が起きたとすれば、先ほど紹介したグラフのような体温変化が起きたことにも納得ができます。注意すべき点として、今回の実験で実際にアカシュモクザメのエラが閉じていたかどうかはっきりとは分かりません。
実際にその様子が撮影されたわけではないので、例えば胸びれにカメラを取り付けてエラの動きを観察するなど、追加の実験でこの仮説を証明していく必要があります。しかしタンザニアで水深1000メートルほどの深さを泳いでいたアカシュモクザメのエラが閉じている様子が過去に撮影されており、今回のデータに対する合理的な説明も現状他にはありません。以上のことを考えると、アカシュモクザメが体温維持のために息を止めて潜航しているという仮説には一定の説得力があると僕は思います。今回のニュースそのものの解説は以上になりますが、ここまで聞いて実際にエラを閉じているかどうか確かめてないんかいって思った人もいると思うんで、最後にそのことに触れておきます。今回のニュースを報じる記事ではシュモクザメが息を止めるというふうに言い切っていることが多いですが、先ほど紹介した通り本当にエラを閉じていたかは分かりません。あくまでデータから得られた仮説の段階です。しかしここで強調したいのは、仮説だから当てにならないというわけではないということです。例えばコナン君が事件を解く時の流れを考えてみます。なぜか犯罪が多発する米花町で殺人事件が起きた時に、コナン君は現場の状況や容疑者の言動など様々な情報をもとに犯人を絞り込み、おっちゃんを眠らせて犯人を名指しします。そして自分の推理が正しいことを証明するために犯行現場や手口を再現したり、犯人であるという証拠を提示します。言い逃れできなくなった犯人はここで自供し事件解決というのがいつもの流れです。ここで重要なのは、コナン君の推理はあくまで仮説だということです。コナン君は犯行の瞬間も犯人の顔も見ていませんし、犯行の一部始終を映した映像も存在しません。しかしだからといってコナン君の推理が信用できないかと言われればそんなことはないです。十分に根拠に支えられた論理的な推理で犯人を特定し、警察も納得させ犯人を自供させています。というか実際に見てないからダメなんて言い出したら、現実の犯罪捜査も全て無意味になってしまいます。科学の研究もこれと同じで、十分な根拠に支えられた論理的な説であれば、見た人がいなくても直感に反していてもそれが有力な仮説になります。例えば海の最も深い場所はどこかとか、地球から太陽までの距離はっていうのも、実際にメジャーを当てたわけではないですが、様々なデータを総合して算出しています。そしてあらゆる反対意見や反証実験を乗り越えて、さらに多くの数えきれない証拠に支えられた強力な仮説を僕たちは事実とか常識と呼びます。進化論や地動説などがこれに当たります。恐竜が鳥になっていく様子を誰も見ていませんし、僕たちが立っている大地は動いているように思えませんが、科学的なあらゆるデータが進化は実際に起こる、地球は太陽の周りを回っているという仮説を支持しているんです。この辺の理屈を理解できない人が、セルが人になる瞬間を見てないから進化論はやめるでとか、本当は地球が平らかもしれないじゃないかとか言い出して、自分たちの主張が進化論や地動説と対等だと思いがちです。マジで痛いです。話をシュモクザメに戻しますが、今回の息を止めているっていう仮説が本当に正しいかはまだわかりません。実際にエラを閉じているかを撮影するだけでなく、呼吸を止めることによる低酸素状態に適応する仕組みも解明する必要があります。しかし現状示されたデータでは息を止めている可能性が高いことを示しています。進化論や地動説ほど盤石ではありませんが、口頭無形とも言えないでしょう。今後アカシュモクザメが深海で息を止めているというのが事実や常識とみなされるのか、それとも他の仮説が有力視されるのか、今後の研究に要注目ですね。以上がシュモクザメが息を止めるというニュースの紹介でした。まあ、魚が潜るために息を止めるっていうのはなかなか興味深いなって思うんですけども、皆さんはこの研究や仮説についてどう感じたでしょうか。ぜひコメント欄にご意見書いていただけると嬉しいです。こんな風にこのチャンネルではサメ A を中心に生物の生態や環境問題などについて発信を行っていくので、こういうのを一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローと、僕が運営しているサイトボードギルのチェックをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならブカ。バイバーイ。